はいどうも、バッシルです。今回の動画はですね、映像と画像で振り返る沖縄旅2024ということでですね、今回、冬休みを会社の方にいただきましてですね、その時間を利用して沖縄の方に旅に行ってまいりました。はい。でですね、沖縄の方でね、カメラを回した、映像というのをね、振り返って僕が解説していこうかなと思ってるんですが、その前にですね、僕がね行っていた期間というのはね、まあ正月1月2日から6日の4日間だったんですけども、その間にね、まあ出発の前日にはね能登半島の地震、そして1月2日にはね羽田空港でねちょっと飛行機の事故があったということでね、まあ、被害に遭われた方々にね、ここのそこから、お見舞い申し上げたいと思います。はい、これからのね復興などをねちょっと祈りつつも、僕もね、災害などに、ね、気をつけて、行動していきたいなというふうに思っております。それではですね、ご覧いただいた映像を紹介したいと思うんですけども、一番最初にね楽器を持って演奏された方々がいらっしゃったと思うんですけども、あれは、ウザ楽またはオザ楽というね音楽でございまして、まあ簡単に言うと宮廷音楽ですね。はい、宮廷音楽。こちらはですね、ウィキペディアなどで調べると出てきますが、琉球王国の室内楽であるということで、民や神、民神系の音楽であるというふうに言われてますね。まあ、民神系っていうのはおそらく中国の方からの音楽なのかなというふうに思いますね。その当時琉球王国というのは中国との、ね、交流が盛んだったという、ね、歴史もありますから、おそらく中国の方から伝わってきた音楽なのかなというふうに僕は考えております。で、その起源はですね16世紀頃になるということですね。16世紀頃で琉球王国の滅亡とともに伝承が途絶え、幻の音楽になったよという音楽でございましてですね、僕もねその当時のね音楽とか非常に興味ありましたし、楽譜とかって残ってたのかなっていうふうにも思いましたね。もう400年以上もね前の音楽ということなので、その時のね譜面とかって現在もあるのかなとかね、そういったね不思議もねなんか知りたいなっていうところでありましたが、今回はね生で演奏を聴くことができて、非常に首里城内で聴いたっていうのもあるんでね、非常にシチュエーションもねこうね感極まるというかね、こう来るものがありましたけどもね。はい。でその、演奏が終わった後にですね、王様と王妃様に扮したね、女性と男性の方が登場して、こう城内がねこうなんか温かい空気に包まれたというようなね、新春の宴でした。でこの新春の宴はですね、この他にもね習字のね体験ができたり、中のね公園内のツアーですね、お城を見たりするツアーのね、体験もあったりね、あとはシーサーにね絵を描くことができたりと、さまざまなねイベントも行われているみたいですね。はい、ぜひね沖縄に年始に行く方はねこういったイベントもあるのでチェックしてみてはいかがでしょうか。で首里城といえばですね、2019年の10月ですね、記憶に新しい方いっぱいいらっしゃるんじゃないかなとも思うんですが、僕もちょうど職場でねお昼休みでテレビをなんとなくつけたらね、ライブ中継で首里城が火災でね燃えている、姿っていうのを見たんですが、非常にまあファンとしたね、こう、まあ、沖縄県のファンとしたね、非常に心が痛かった映像ではあったんですかね。なんか電気系統の事故だっていうふうに、聞いておりますけどもね。で、それからもう5年ぐらいが経ちまして、だいぶね、こう復興もね、進んできて、少しずつ、元の姿に戻ってきているというようなね、感じではあるとは思うんですが、はい、今回はねその新春の宴というのにね、僕も参加できて、非常にこう感激して帰ってきたというような状況でございます。はい、それではね、もうちょっとだけね、今の宇佐楽と王様と王妃様が登場するシーンっていうのをね、一緒に見てみましょう。チェキ。Thank you.
のが座楽と言われる音楽ですね。でここから王様と王子が登場いたします。王様と王妃様の登場のシーンでございました。どうやらね、この王様と王妃様に扮している方々は大会と言われるね、まあおそらくオーディション、まあ言い方合ってるかちょっと分かんないですけども、そのオーディションのようなものがあって、そこで選抜された方が毎年ね選ばれていくといったような形らしいですね。ですので毎年毎年まあ、登場する王妃様王様というのは違うというようなね形で、その辺のね、面白さっていうのもねあるんじゃないかなというふうにも思いました。非常にね出てきた時はもう二人とも神々しくてですね、まあ、美しさ凛々しさそして迫力とそして衣装のね素晴らしさというのにねこう圧倒されてしまいましてですね、本当にね当時を生きる民衆そして本当の王様王妃様が出てきたみたいなね、ははみたいなね感じのこう雰囲気そして緊張感でね、あの場にいました。本当にね、こう、城内もね、出てくる瞬間っていうのはね、なんかこう、緊張感に包まれているようなね、雰囲気だったな、というふうにも思いました。ぜひね、生で見たいよって言った方はね、また来年ね、新春の宴、チェックしてみてはいかがでしょうか。はい、それではここからはですね、画像の方でしばらく、ね沖縄の街並みをね見ていこうかなというふうにも思います。はい、今回僕らが泊まったのはですねホテルグレイスリー那覇というねホテルです。ここはね正直今まで泊まったホテルでも本当一番お気に入りのホテルになりました。まず国際通りの、県庁駅側、まあ、国際通りって県庁駅とあと松尾とかね三重橋とかあると思うんですけど、まあ、僕は大体いつも県庁側のね方に宿を取ることが多いんですが、本当にねその県庁側のまあ、パレット雲寺とかある方側ですよね、そっち側に近いホテルでございまして、本当にアクセスもいいということが一番ですね。で国際通りでまあ、買い物とかねお土産とかを買ってこういっぱい荷物を持ってる中で一度ね部屋に置いて、でその荷物を置いた後に手ぶらの状態でね、夜ご飯を食べ行ったりね、こう身軽な状態でね行動もできるということでね、こちらのホテルは本当おすすめだなというふうに言えます。で店員の方もね、店員というかホテルマンの方々も本当にね熱心にね対応してくれますし、荷物をね送ってほしいって言った時もね一生懸命ねこう段ボール等をねこうサイズ測ってくれたりとかなんかいろいろやってくれましたし、非常に気持ちのいい感じでね過ごすことができました。で何よりもねこちらのホテルは朝食をつけるかつけないかって選択することができるんですが、ぜひぜひ朝食はねこう食べた方がいいと思います。本当にね美味しい朝食で、もうこれこういった感じのホテルの朝食って、まあ、結構まあ言い方悪いけどたかが知れてるだろうって思うじゃないですか。でもそれ全然違くて本当にね味付けもいいし、もう素材もいいでしょうし、マジでうまい沖縄料理をね楽しむことができます。本当にね食べ過ぎ注意っていうぐらいね美味しいもんが出てきますんで、まあビュッフェみたいな形なんですけどね、本当朝食としてのレベルがめっちゃ高いなというふうに思いました。本当にご飯2杯も3杯もね食べれちゃうぐらいのねおかずがいっぱい出てきますんで、ぜひぜひここねチェックしてみてはいかがでしょうか。次回もねちょっとこのホテル泊まりたいなというふうにも思ってます。はい、で、続いてがこれアレドココーヒーという
ね、この緑色の軽バンかな、軽トラックかな、このアレドココーヒーって書いてあるあのコーヒー屋におりました。普段でしたらね、まあ神奈川県にこういったコーヒーショップはあんまり見かけないんですけども、ああちょっと珍しいなと思って覗いてみたら、なんと店員さんがですね、こういった形でね、猫なんですよね。はい、猫の着ぐるみを着てるのかな。はい、でちょっと顔とかは全く見えない、ほとんど手だけなんですけど、あのこういった中から猫の手が出てきて、ここで接客をしてるというね、面白いお店ですね。でなんか注文の仕方もちょっとこういったね、あの QR コードであの注文するみたいな形で、ちょっとまあ変わってるなっていった感じでね、興味もありまして、で何よりもね、この猫の方がボイスチェンジャーで声を変えていて、なんかちょっとダース・ベイダーの声高い版みたいな形でね、接客をしていて、非常に面白いなっていうふうに思って、ちょっと買って飲んでみたんです。そしたらね、味もね、やっぱまあ、沖縄暖かいですよね。ちょうど気温も20度ぐらいあるのかな。まあ神奈川県とか東京でいうとこの5月6月ぐらいの感じだと思うんですけども、非常にね、過ごしやすいというか、まあパーカー着てますけども、まあ、これでまあちょうどいい、ちょっと暑いぐらいなので、薄手の長 T とか、まあ、半袖だとちょっと寒いけどもみたいな感じでね、薄手のカーディガンとか羽織るぐらいでちょうどいい気候なんですけども、本当にね、こういったアイスコーヒーもね、全然飲みながらね、歩いてちょうどいいっていうような形ですよね。で、これね、面白いアレドココーヒーのこのパッケージがね、この真ん中よく見ると大吉って書いてあるんですね。これはなんかおみくじ的なね感じで大吉って書いてあるんですけども、これね、僕の、相方の飲んでるコーヒーなんですが、で、これが2人の飲んでるコーヒーで、僕のコーヒー左側、これ真ん中よく見るとこれ愛って書いてありますね。はい、愛と大吉ということでね、非常に、新年からね、なんかおめでたい感じの、いい感じのね、ほっこりしたコーヒーを飲むことができました。はい、アレドココーヒーですね。で、こちらに行ってまいりました。これインディゴって書いてあるんですけども、インディゴというね、うどん屋さんですね。はい、うどん屋さん、沖縄県といえば沖縄そばなんですけども、今回はうどん屋さん行ってきました。このね、うどん屋さんはですね、まあ、ゴリ沖縄っていうね、ガレージセールのゴリさんがやっている YouTube チャンネル、ゴリ沖縄の方で紹介しているところをたまたま見かけまして、美味しそうだなと思ってちょっと行ってみました。で、ここのね、インディゴもね、インディゴさんも県庁駅からね、非常に近いのでアクセスもいいですし、本当歩いて、まあ、5分ぐらいかな、歩いての場所にあるので、行きやすいですし、行ってみてはいかがでしょうか。内容はこんな形でね、美味しそうでしょ。これうどんなんですね。非常に長い、なんかさぬきうどんなのかな。こう長いんですよ。ね、こんぐらい、本当に大げさじゃなく、本当長くて、でもうツルツルシコシコ、噛み応えもあるしみたいなおうどんで、めっちゃ美味しかったです。でこれ見ていただく。言ってわかると思うんですけど、ネギとかね、薬味があって、で奥にあるのがですね、これ天ぷらなんですね。なんか親子天ぷらみたいな感じで、これ卵と鶏天ね、この親子セットみたいなのを今回頼んで食べました。非常にね、この天ぷらも、衣もサクサクでね、鶏のね、チキンのお味もよく、とても美味しかったです。はい、また行きたいなというふうに思ってます。で続いてはですね、こちらがですね、中華料理屋さん。はい、中華料理屋さん、これはね、栄町というね、町に行ってきました。栄町というのはね、沖縄県国際通りからね、牧師の方に歩いていくとですね、 あるんですけども、飲食店街が多いですね。まあのんべいの町と言いますかね、まあ、お酒が好きな方、食べるのが好きな方はね、絶対行ってみた方がいいです。飲食店がたくさんあってですね、地元の方とかね、あとは観光旅行客とかね、学生の方とかも結構いるようなね、本当なんていうかな、こうまあそんなエクスペンシブでもなくね、まあお安い価格でも美味しい料理が食べれるようなね、お店、飲食店が本当地元のね、飲食店があるって形ですね。でここのね、一番餃子屋さんっていうのね、前々から気になっているところ、
気になっていたところで、あの1回は入ってみたいなと思ったんですけども、いつも混んでいって入れなくて、で今回ねたまたまねこう席が空いてて入れますかって言ったら入れますよってことで入って、餃子とねあとサワーなんか頼んでね飲み食いしてました。はい、でこれはねまあ豚肉の料理ですけどね、こんなのを食べてね、満足して帰ったというね、栄町ですね。ぜひぜひおすすめ。このねお店以外にもさまざまな料理屋があるんでね、栄町は本当ディープなとこだと思うんで、あのぜひね行ってみてはいかがでしょうか。で、こちらが味噌飯屋丸玉というねいう飲食店、こちらにも行ってきました。ここはね以前ね行こうとしたらちょっとやってなくて入れなかったんですけども、今回行くことができまして、はい、こういったね料理を食べてきました。これ味噌汁とご飯っていうね、非常にシンプルなメニューなんですけども、ここの店長さんのご実家がなんか味噌蔵、なんか味噌を作っているところらしく、そこの味噌を使ってこういった料理をね出してるらしいです。中にね、お店の中入るとパンフレットみたいなのもあるので、それを見た情報なんですけども、なんか一説によるとですね、その戦争中にその蔵、首里の方にある味噌蔵、味噌工場、やはり味噌を作ってる時にこう煙がね出ますよね。その煙がなんか武器を作っている場所なんじゃないかっていうことで米軍に目をつけられて、ちょっと狙われたりもしたんですけども、そういったね戦争の最中もこう味噌を守り抜いて、で昭和平成といったね時代をねこう生き抜いて来たというね、伝統のあるね、お味噌を作るお店の、系列の飲食店ということでね、お土産でもね僕今回こうパックのお味噌を買って実家にね送ったりもしたんですけどもね、はい、非常に、味もね美味しかったです。こういったねメニュー以外にもね生姜焼きのメニューとかね、なんかハンバーグっぽいね、そういった定番っぽいメニューもね多々あるんでね、絶対満足できると思います。はい、これもね国際通りからそんな遠くはないですね、近くにあります。はい、で続いてはですね、こちらがねヤンキョーファンというね中華料理屋、こちらにも行ってまいりました。こちらはですね、中華料理のなんか100名店かなんかにも選ばれてるお店で、非常にね名店です。でここに行くときに、注意はですね、必ず予約をして行った方がいいです。はい、それぐらい人気のお店なので、予約なしではね特に週末なんかは入れないんじゃないかなというふうに思います。たまたまね予約なしで来たお客さんが僕の列の後ろにいてですね、ちょっと予約なしでは今日は無理ですということで返されてましたね。で店内も満員御礼で、人気のあるお店なので予約が必要です。でちょっとねここでのね一番メニュー酢豚のね料理をね頼んだ映像がありますので、ちょっと見てみましょうね。はいはい、これがその酢豚ですね。ちょっとね肉出てきた時びっくりしたんですけど、肉団子じゃんと思ったんだけど、ちゃんとね甘酸っぱいというかね酢豚の味がして、でお肉もね周りはねちょっと硬い感じなんですけど、中はねホクホクしててね美味しかったです。でこれがマンゴープリンですね、デザートの。これちょっと GH6 のねちょっとオートフォーカスを試しながらね、ちょっと食べながらねちょっと撮影試してるっていうシーンなんですけども、はい、マンゴープリンも美味しかったですね。はい、ちょっとヤンキョーファンではねちょっと全ての料理を食べることに夢中で取らなかったんですけども、非常に雰囲気もいいお店なので、こちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。バスヒデ。はい、それではですね、場所が変わりまして、こちら瀬長島の近くの海で撮った映像ですね。はい、こちら瀬長島ですね、恋の島瀬長島ということでね、こちらも観光スポットの一つとしてね有名ですよね。海かじテラスというね商業施設、まあ、テナントがねいっぱいあるといった形の施設なんですけども、まあ主には飲食店が多いんですが、お土産屋さんがあったりね、うん、非常にここも午前中から行って夕方までまた夜まで
全然いて飽きないスポットかなというふうにも思います。はい、なんか、ね、休憩スポットみたいなのもあってね、ブランコとかに揺れながらねアイスクリーム食べるとかね、ハンバーガー食べるとか、そういったこともねできると思うんで、ね、なかなかね、いいスポットですね。もしかしたらね、そのお店以外でね、食べてると怒られちゃうかもしれないですけどもね。はい、まあ、その辺は注意しながらね遊んでいただければ楽しいスポットかなというふうにも思います。はい、で、これはね、瀬長島の海梶テラスの、シーンなんですけども、以前僕ちょっと自分の作った音楽で自分のねミックスした、音楽とね、4K 映像なんですけど、これ自分の音楽とも合わせたね、動画とかもあるんで、その辺もチェックしてみてください。まあほぼほぼ一緒です。これにね僕の音楽が載ってるっていうだけなんですけどもね、なかなかそういったねミュージックビデオにもね使って気持ちいい場所だなというふうにも思いました。はい、さまざまね、飲食店ね、ハンバーガー屋さんとかね、ピザ屋さんとかドーナツ屋さんとかね、パン屋さんとか、ちょうどね僕なんかが行った時がね、大体のお店午前11時からオープンするんですけども、10時過ぎに行ったんですが、もうちょうど仕込みの時間でね、パンのね、焼いてる美味しそうな匂いとかねプンプンしてましてね、非常に食欲がそそられました。はい、で僕らはね、お寿司屋さん、親父の寿司かな、なんかそんな感じのお店、なんか沖縄県の近くの海で獲れた沖縄県産のマグロを使った、感じの、ちょっと沖縄県産じゃなかったら申し訳ないんで、沖縄県産風のマグロを使ったお寿司屋さんがあって、そこの手巻き寿司をね買って食べましたけど、非常にネタが美味しくてね、美味しかったです。はい、でこれがね、瀬長島こうぐーっと坂上がっていくとね、施設があって、ホテルのような施設があって、そこになんか温泉施設、まあ、スパのような施設があるっていう話もね聞いてます。ちょっとチェックしてないんで分かんないんですけど、はい、そんなのもあるみたいなので、非常にね楽しめる場所かなというふうにも思います。でこのね那覇空港のね景色も見れますんで、結構飛行機がねこう着陸してくね映像っていうか、シーンも見ることができるので、本当子供連れのね方なんかは本当におすすめですね。飛行機のシーンなんかもね、めったに見れるねものでもないと思うんでね、まあ、羽田空港とかまで行かないと見れないんでね、こういったね観光スポットでそういうのが見れるっていうのもね面白いなっていうふうにも思いますけどもね。はい、で夜なんかはね非常に景色が綺麗になるみたいでね。はい、それでね、その瀬長島で、今回の旅でね僕が一番美味しいな、気に入ったなと思ったのが、このねカプリシャス食堂というところのね鶏天カレー塩というねメニューがあるんですけども、これ美味しかったです。これはね一口サイズのね鶏天が入っていて、カレー風味、カレー塩っていうのかな、ちょっとほんのりカレーの味がする塩味のね鶏天なんですけども、これは美味しかったよ本当に。これをね食べながらね、こう食べ歩きしながらねこう見て回ったんですけど、まあ、ちょっとおやつ感覚というかね、小腹を満たせるぐらいの量でね、これも美味しかったんで、ぜひね行ったらカプリシャス食堂のね鶏天カレー塩だったと思うんですけども、頼んでみてください。めっちゃうまかったっす。はい、で続いてですね、はい、これ、この写真ね、このおじさんがねなんか面白いおじさんでね、なんか料理をしてるおじさんでね、変なおじさんっていうことでね、写真撮ってきました。はい、でここがね、これ僕の写真なんですけども、さっきのおじさんと似てる人なんですけど、スワンという、ちょっと今これ光っちゃってここ店名見えないんですが、スワンさんというお店で、まあ、コーヒーショップカフェですね。ここは牧師の公設市場の近くですね、商店街の国際通りのね、横から入っていける商店街の中にあるコーヒーショップで、スワンさんというお店に行ってきました。ここは非常に昭和テイストのお店で、ちょうどね自分の母親よりも若いぐらい、ちょっと若いぐらいの女性の方が一人で切り盛りしてるような
感じだったんですけども、こういったコーヒーとか紅茶とかね、あとは軽食ね、ナポリタンとかカレーライス、カツカレーとかね、そんなのがあるお店で、非常に雰囲気がねもう昭和チックなお店で、なんかジュークボックスがあったりね、そういった感じの異空間、沖縄、まあ本当の沖縄っていうような感じを味わえるねお店だというふうに思います。はい、なんかね撮影、他のお客さん、他の席にね撮影クルーのなんか映画か、PV かちょっと分かんないですけど、そういったね、方が打ち合わせしてるところで、そんなところに入ったんで、自然とねその打ち合わせのね内容が耳に入ってきて、そういったなんか雰囲気もね面白かったなというふうにも思いますけども、はい、お母さん一人でね切り盛りするの大変そうでしたね。はい、で続いての写真がグーフォーといったね、ピザ屋さんに行ってきました。はい、国際通り、国際通りは松尾というね、住所地名なんですが、主にね、松尾にはねピザ屋さん何軒かあると思うんですけども、今回、行ったピザ屋さん、このグーフォーというお店に行ってきました。はい、このグーフォさんはまだ出来たてのお店でですね、初々しい感じだったんですが、ピザ美味しかったです。で雰囲気はこんな感じなんですけども、はい、でこういった形でねピザの写真を撮ってきました。でこれがですね、実はね、ズミルックスね、このルミックスのライカレンズ、ズミルックスっていうね、これを型番はねいくつだったかな、型番が H の XA025 というね、このレンズを使って撮りました。これ単焦点レンズなんですけども、やっぱね単焦点レンズなので背景のボケ具合がですね、まあ本当カメラ素人の僕がねシャッター切っても全然こう背景がボケるし、なんか料理もねより美味しそうにねこう映るって言ったね感じでね、感動してねパシャパシャ撮ってましたけど、それが、これとかね、これチキンの料理だったんですけども、味もね本当美味しかったんですが、写真撮ってねうめえとか言いながらね写真にも感動してました。はい、でこれがねドリンクですね。はい、ドリンクもいい感じにね背景ボケててね、ねウイスキーなんていう字がもう完全にボケちゃって、焦点をこのねコップに合わせたんですけども、ドリンクグラスに合わせたんですけどもね、いい具合にねなってますよね。なのでこのパナソニック GH6 もなかなかね、やっぱいい動画が撮れるってことはいい画像も撮れるっていう風に僕は思ってますんで、なかなかね GH6 も写真機としても全然いけてるじゃんと思いましたね。はい、で続きましてはですね、沖縄って意外とおでんも人気メニューで、さっきの栄町紹介しましたけども、栄町の方でもなんかおでん屋さんが今あるのかなちょっと分かんないんですけど、おでん屋がおでんがね人気メニューだということでね、沖縄でおでん食べたいなと思っていて、で行ったのがこのお店、青二歳というお店ですね。これはですね国際通り、これも多分住所は松尾だと思うんだよな。はい、浮島通りかな、その辺にあったと思うんだけど、行ってきました。はい、でこういった感じのねおでんを食べることができます。はい、でこの青二歳はねめちゃくちゃ接客が良かったっていうのが感想で、なんか実は沖縄生まれのお店というよりは東京にもね系列店が何店舗かあるよっていうようなお店らしいです。ちょっとマスターの方が東京の方だったらしくて、ちょっとお話できたんですけども、と接客がね本当もう東京っていう感じの、本当丁寧すぎるほど丁寧な接客をしてくれました。はい、でこれが頼んだピザですね。でもうほんとスタッフの接客も良かったですし、料理のね味も抜群だったので、また今度はね予約なしで行ったんですけども、予約してね、行ってみたいなというふうにも思いました。で続いての写真が桜坂劇場。はい、ここのね桜坂劇場は映画館なんですけども、ここでね映画を見るのが夢でした。はい、僕は沖縄に移住したいというね夢も持ってまして、やはりまあちょっと首が悪かったり腰が悪かったりっていうとね、冬場とか結構ねやっぱ暖かい気候をね求めるですけど、やっぱ将来的にはねもう年を取ったら沖縄に移住しようかななんても
ちらほら考えてるんですけども、そういった時にね、あの休みの日とかに桜坂劇場で映画とか見るのいいよねとかね、話しながらね、奥さんと一緒に話してるんですけどもね、それで今回行きたいよねってことで、いつか行きたいよねっていうことで今回夢が叶って行ってまいりました。で、見た映画はですね、こちらメンゲレと私というね、と重たい話なんですけども、戦時中のね、戦時中を生き抜いた一人の男性がひたすら喋るっていうね映画で、そのこの方が喋ってる間にね、当時の画像とか映像とかがこういくつか差し込まれていてっていうね、映画です。なんかこの方日本にもね招かれるみたいでね、なんか講演会みたいなのもやるみたいですね。非常にその当時のねショッキングな画像とかねも、あって、こう心にグッと突き刺さる映画でした。で、これがですね、コーヒーをね、やっぱ映画といえばね、なんか飲み物ポップコーンとかねコーラをね飲みながらとかってあると思うんですけども、コーヒーを頼みまして、やっぱ沖縄ならではだなと思ったのはこの器ね、このヤチムンのコップに入ったねアイスコーヒーをね、こう飲みながら映画を見たというね、日でした。はい、このね桜坂劇場もね非常に、なんていうかな、こう面持ちがあってというか非常にいいところでした。はい、続きましてはスーギージーというね沖縄そば屋行ってきました。はい、沖縄にはもう何度かね数十回行ってますけども、必ずあの沖縄そばを食べるっていうのが、我が家の定番でございまして、沖縄そば、今回はスーギージーさん行ってきました。こちらの店はマキシー駅からねちょっと歩いて10分15分ぐらいで着いたかな。なんかちょっと民家風のね、古民家風というかそういった感じのそば屋さんで、こういった料理が出てきます。沖縄そばですね、非常にね見栄えもなんか京都とか東京とかね名古屋とかでね、食べる高級なお店で食べるような、なんていうかな、こういう見た目の綺麗なおそばが出てきました。味もですねお上品でですね、非常に美味しかったっていうのが感想です。お肉もね甘い味付けがしてあって、タレがねこうスープに溶け込んでね、なんかスープもこうまた出汁とは違ったお味がしてね、上の野菜もシャキシャキして美味しかったです。で最後にねなんかこうわさびをねつけて食べたりするっていうね食べ方でね非常に美味しかったっていうのが感想なんですが、なんか店員さんを呼ぶときに三振だね、三振、これをねこれ置いてあるんですね席の近くに。これをこのようにね弾くと店員さんがご用でしょうかって来るっていうね、そういったシステムをね沖縄ならではだなというふうに思いました。で、ですね、続きましてこちら三田スムージー。ここはねスムージー屋さんで、何年前かな、 4,5 年前に行って、でちょっとそれっきり行けてないんですけども、なかなかね計画で茶壇行ったり南行ったり、ね、あっちこっち行ってるとなかなかねこう全部行きたいところに回れないっていう現実がありまして、で今回は行きたいよねっていうことで、挑戦したんですが、残念ながらお正月休みでやってませんでした。はい、なので次回はね絶対行きたいなというふうに思います。ビタスムージーさんはね結構僕がインスタグラムになんか投稿したりすると必ずいいねしてくれたりするっていうね、非常に仲良くさせていただいてますんで、またねぜひ行きたいなというふうに思います。はい、で、はい、こちらがですね陽気なおじさん出てきましたね。この人がバシヒデさんというおじさんですね。はい、もう美味しいものを食べすぎてなんかこういうハッピーな顔になっております。すいません。ここがね、実はというか末広さんというねお菓子屋さんでございまして、こちら公設市場の近くにありました。でなんか暑くなってきたんで冷たいもの食べたいよねってなって、ぜんざい屋さんを探してたらここが表示されてですね、ちょっと行ってみようってことで行ってみました。はい、チンスコーとかねなんかお餅とかあるお菓子屋さんな感じなんですけども、こういった感じのねぜんざいを食べることができます。今回はちょっとミルクをつけなかったので、次回はですね
ミルク付きをね頼んで食べたいというふうに思います。はい、非常に美味しかったです。レア沖縄ね、こういったお店をね行動の計画に入れるっていうのもね結構オツだと思います。はい、続きましてはね、ここは最終日の前の晩にね立ち寄ったお食事処ウリズンさんっていうところなんですけども、ここは沖縄料理を、メインで食べることができる居酒屋さんですね。こういった感じのねもう This is 沖縄料理っていう感じのね、本当なんていうかなコアな沖縄料理をね楽しむことができる、あとお酒とね、はい、お店ですね。店員の方も非常にね予約した時もね柔らかい感じでね接客してくれてですね、行くのが楽しみだったんですけども、料理も美味しくですね、で店員の方もねすごい気の利く店員さんばかりでね、若いアルバイトの女の子がね何々お願いしますって言うと思うんですけども、それが全てお願いしますお願いしますってね言うのがね印象的でした。はい、多分外国籍の若い子だと思うんですけども、お願いしますってね言ってたのがね非常に印象的でした。はい、可愛いなというふうに思いましたけど、これもねメニュー美味しかった、紫これ一番美味しかったな、このこれ好きなんだよな、ちょっと名前がなんていう料理の名前かちょっと忘れちゃったんですけど、これ美味しかったです、紫芋のね。はい、で沖縄そばもね、せっかくなんでどういったね味なのかなと思ってね沖縄そばもねいただきました。で、この写真がですね最終日、飛行機に乗るまでの時間がね、若干ありましたので、ゴカルナというねここも名店、百名店に入ってるのかな、名店の一つとして言われているね、スパイスカレー屋さんなんですけども、こちらに寄ってね、カレーをいただきました。ここはね沖縄高校の目の前にあるお店でね、アクセスもね、国際通りからもそんな遠くないお店ですね。はい、こういったねカレーが出てきます。チキンカレー、スパイスがね効いていてね、本当そこら辺では食べられないなっていうようなカレーでめちゃくちゃ美味しかったです。はい、で、最後になるんですがこちらがですね、僕らが泊まったホテルの、窓からね見た景色です。ちょっと太陽がねちょっと綺麗だったんでね、1枚パシャッと、GH6 の方にね収めてで帰ってきたという風になっております。はい、というわけでございましてね、沖縄の旅、いかがでしたでしょうか。それでね一つね紹介しておきたい商品があります。これですね、ピント合うかな。はい、このね商品なんですけども、これねドン・キホーテで買ったんですが、これコーレーグースなんですよ。ね、これがね帰ってきてさまざまな料理に入れて食べてるんですけども、ナゴラブプロデュースさんっていうねところが出してるコーレーグースなんですが、これ非常に美味しいです。はい、一番ね美味しい、今まで食べたコーレーグースの中で一番美味しいのでおすすめしておきます。ナゴプラプロデュースの、あ、ナゴラブだ、すいません、ナゴラブプロデュースのねコーレーグース、このパッケージがねなんか可愛いなと思って、なんか僕好みだったんで買いました。はい、なんか侍の絵が描いてあるんですけども、これおすすめです。はい、ということでね、今日映像とね画像で、沖縄の旅を振り返ってみましたが、いかがでしたでしょうか。ぜひね年末年始にかけてね沖縄旅行行きたいんだけどどこ行ったらいいのかなとか思う人はね、今日の僕のね動画を参考にしていただいてね、行ってみてはいかがでしょうか。ということでまたお会いしましょう。今日はありがとうございました。アンシェア、沖縄語でバイバイとかっていう意味らしいです。アンシェア。